しかもクリスマス仕様になってるんですよ。しかもベイマックスまばたきしましたよね。しますよ。まばたきするんですよ。まばたきした。こんにちは、私はベイマックス。心と体を守るケアロボットです。痛がる声が聞こえました。しっかり届いてたようですよ、菅野さんの痛いの声が。ベイマックス来てくれたんだね、ありがとう。いや嬉しいですね。こんなにベイマックス大きかったんだ。そうね、大きいんですよ。こんなに大きかったかしらね。え皆さんね、もうしっかり見てあげてくださいね。もうなんか皆さんどう僕、はい、ベイマックス、本物のベイマックスだよ。さあそこから上り坂ですからね。気をつけてね、ゆっくりでいいから。菅野さんと小泉さんが待ってるからね。早くは動けません。ああ、そうでした。はい、急かしてごめんなさい。はい、でも着実に一歩一歩ステージへと近づいております。皆さんどうですか、後ろ姿も可愛いでしょ。ねえ、これもしかしたら等身大ですか。等身大ですよ。さあということで、ステージの方に来てくれました。ようこそベイマックス。ちょっとじゃあせっかくですからハグとかしてみたらどうでしょう、菅野さん。あープニョプニョしてる。ボヨンボヨン。どうぞ。小泉さんもちょっとタッチ。なんか僕が開発したんですけど不思議な気分ですねこれ。そうですよね、ただしが開発したんですけどね。はい、さあということで、はい、ね、ベイマックスこんにちは。あ、はい、首かしげてくれました、かわいいです。はい、さあでもね、せっかくステージに来てくれましたので、ベイマックス早速菅野さんをスキャンしてあげて。あ、菅野さん、あなたをスキャンします。肩が凝っているようですね。リラックスが必要です。旅に出てみてはいかがでしょうか。アドバイスくれました。優しい言葉ありがとうベイマックス。旅行いいよね。実ははい、この後ですね、この映画の宣伝で、福岡と大阪に行くんです。はい、いいですね、楽しみだねベイマックス。せっかくですから、まあお仕事ではありますけれども、はい、大阪も福岡も美味しいもたくさんありますから、はい、そうですね、ちょっとでも旅行気分を楽しんでいただければなと思います。はい、ベイマックスのアドバイスにね、はい、はい、従ってね、従ったみたいと思います。さあところで、あれ小泉さんもなんかそうだ、ちょっと調子悪くなってきてませんか。顔色がちょっと先ほどよりも曇ってきたような気がしますよ。開発者の僕も、はい、ちょっと僕もいいんですか。お疲れがやっぱ年末ですから溜まってるんじゃないかなと。さあせっかくですからね、行きましょう。ベイマックス、小泉さんをスキャンしてあげて。小泉さん、あなたをスキャンします。お疲れのようですね。時には親しい人と会って弱音を吐いてもいいんですよ。ベイマックス優しい。なんかものすごく心にジーンとくる言葉をいただいちゃいましたね。そうですね、はい、休みのない日々が続いているので本当そういう日があってほしいですね。お忙しいからね、はい、さあということで菅野さんも小泉さんもベイマックスの優しさケアを受け取りましたね。これでこの冬も幸せに楽しく過ごすことが、ね、できるんじゃないかなと思いますよ。でもね、小泉さんも忙しいからとおっしゃってましたけど、やっぱもう今年も終わりに近づいてますから、もうここにいらっしゃる皆さんも疲れてるんじゃないかな、そうですね、思うんですよ。ここにいる皆さんもそうですし、せっかくねこの幸せの忙しい時期、そうですよ、日本中の皆さんが忙しくて疲れてると思うんですよね、はい、じゃあベイマックス、今日ここにいる皆さんと日本中の皆さんをスキャンしてあげて。はい、ではベイマックス、ここに来ているお客さん、そして日本中の皆さん、スキャンしてあげてください。日本の皆さんの SOS を感知しました。皆さんをスキャンして調べます。少しだけ元気が足りないようです。楽しいクリスマスを過ごすともっと元気になるでしょう。はい、皆さん
ベイマックスがアドバイスをくれましたよ。ねえ、はい、拍手。いや皆さん、本当可愛いなベイマックス。ねえ、本当ですよね。もう見てるだけでも癒されるんですが、今日この会場にいらっしゃる皆さんはアドバイスまで受けちゃいましたからね、きっとこの優しさしっかりと受け取ってくれたんじゃないかなと思います。ところでね、ベイマックスはもう大丈夫だよという声を聞くと安心して帰れるそうなんですよ。スキャッシュもらった菅野さん、はい、小泉さん、大丈夫ですか？ね、うんうん、はい、もう大丈夫だよ、ベイマックス。大丈夫だよ。ちっちゃくうなずきましたね。はい、さあ、ではせっかく今日はここにいらっしゃる皆さんもスキャンしていただきましたので、皆さんはどうなのかちょっと聞いてみたいと思います。皆さんはどうですか、大丈夫ですか？全然大丈夫じゃないです。声が小さすぎます。もう一度、せっかくです、大きな声で伝えてあげてください。大丈夫ですか？とってもいい子でしたね。いい子いい子ってね、あそこに小さなお子さんがすごい喜んでるんですけれども、声しっかり届いてますよ。はい、ベイマックス本当に今日はありがとう。はい、さあ、帰る前にですね、ちょっと写真を撮らせてほしいんですね。ベイマックス、ここからフォトセッションに移らせていただきたいと思います。はい、の方に移動していただいて、ベイマックスもちょっとだけ右の方にちょっとね体を、はい、こちらのカメラの方からいきます。はい、順序よくいきますからね。まずこちら右の方ですね。はい、スチールのカメラマンの皆さんの方に笑顔お願いします。まずは菅野さんからお願いします。はい、少年ヒロとベイマックスの心温まる触れ合いと、また少年の成長の物語でもあるなと感じました。ディズニーのらしさ、すごい感動するお話なんですけど、ハラハラドキドキもあって、ベイマックスびっくりしたよ。きっと皆さんにもびっくりしていただけると思います。見終わった後、きっと皆さんベイマックスに会いたいなって思っていただけるんじゃないかなと思います。12月20日公開です。ぜひ劇場へご覧ください。はい、ありがとうございます。さあ、そして小泉さんもお願いします。きっと今まで皆さんがご覧になってきたディズニーの名作ってたくさんあると思います。その名作っていうのは必ず名シーンがあると思うので、今回のベイマックスの名シーン、その名シーンで僕と菅野さんは涙をしたので、ぜひね、そこの気持ちは共有したいですし、ディズニーのものすごい優しいエネルギーが詰まった映画ですので、楽しみにご覧になってください。はい、ありがとうございます。さあ、そしてベイマックス、今日のイベントはどうでしたか？バッテリーが切れそうです。それは大変です。あら、それは大変です。ではベイマックスにはそろそろ充電に戻っていただかなければなりませんのでね。さあ、ベイマックスもゆっくりゆっくり降りています。早くは動けません。はい、そうですよね、ゆっくりで大丈夫ですからね、ベイマックス。はい、ありがとうございました。改めてご紹介しましょう。女優の菅野美穂さん、俳優の小泉孝太郎さん、そしてベイマックスでした。皆さん